し、やっとここまで来た。森なりはこれをすごくやるようになって、そうですね、飛ぶようになったんですよね。はい、海外飛んでるんですよね。海外飛んでますもんね。はい、なんかもうあのジャンプ、相当本人はジャンプしてるつもりらしいです。殺しながら。もうだってあの練習場で女の子がジャンプして、あれで本当飛ぶようになったんですよ。で、まあ彼の場合は手も正面についたタイプだし、クラブが正面。一番簡単だと思います。似てるんですか。はい、似てます。はい、うん、もうジャンプするだけ。結構問題もどっちかっていうと、あんまりこう本当にこうすごいしゃがんで、まあ、普通のすごいアスリートみたいな動きじゃないじゃないですか。そう、こうしゃがんで思いっきりジャンプしてるけども、スイング中そんなにしてるように見えないんですよ。だけど自分の中ですごいしゃがんで、もうバーンって動かしてます。思いっきりジャンプしてるんですって。手は一切振ってないって、自分で言ってるんですけど、手は振ってない。昨日も夜ずっと見て、あとのちょっと送りますけど、落合さんがバッティングの解説をしてるのが出てきて、見たらバットは振るなっていう、はいはいはい、めちゃくちゃ面白い理論をいろいろと、もうゴルフに本当通用する。落合さんすごいですね。僕も落合さん本を読んだり、なんか彼がなんかその技術力をなんか話したトーク番組とかなんか見たんですよ。なんかすごい、すごいいいですね。めっちゃ面白い。王さんね、昨日王さんと、うん、あの後ずっと今度落合さんの見つけて、見てめっちゃ面白い。今のゴルフに超なんか通用する。そうなんですね。あの人たち達人ですね。なんかね、すっごい面白かったのが、バットのここにペンがあったとして、はい、このペンの量が例えばこう全部こうやってやって、うん、バリーボンズとかのやつなんだけど、はい、バリーボンズってこう、これと、これが入るらしいんですよ。この2つでリズムを取って、はい、っていくんだけど、その量を測ると世界一長いんですって。ここの動く量が、はい、で、日本でプロ野球ってなんかこう 最短で打てるとかっていうと、ね、ここの量がね、すごい短いんだって、はいはいはい、そういう選手って打てない。へー、王さんもめちゃくちゃ長いんだって。王さんも寝せるんだって。はい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 、落合さんも寝せる。そうですね、はい、そういうのを、ね、昨日なんか解説してた人がいて、でゴルフも今そうじゃないですか、うん、今ちょっとこういっといてこうなってるでしょ、はいはい、だからアマチュアの人って変なんでしょ、こうだから短い、うん、はい、それあこれも一緒かなとか思いながら、そうですね、はい、面白い。やっぱり後ろにあった方がエネルギーはっていうことなんですね。こっちにこういうことなんですね、はい、その方がね、その持ってやっても分かりますもんね。こうしててここからベヨーンって来た時のクラブの運動量と手の動く量、ここからこれと全然違いますよね。短い、はい、でも手の動いてる量一緒ですよね。でもここだったらこれぐらい、これぐらいね、ここでもこれぐらい、でもクラブの運動量ここと全然違います。でスピードも違うじゃないですか。結局ここでの三角形ね、こうあってこういうことですよ。こういうこと、こうすっごい大事。こういうね、切り返した時のこう底辺あるじゃないですか。この三角形作ったら手とクラブとここに90度の辺を置いてこう引っ張った時のここの底辺が長ければ長いだけスピードが上がる。これがこう例えばアマチュアみたいにこうなって切り返しました。そしたらこの底辺がこれぐらいしかない。ああ、その三角形、そういうことね、はいはいはい、だから効率が悪いんです。だから振っても振っても全然スピード上がらないんです。これはこれだったら振らなくてもいいんです。振らなくてもだから、別に力入れなくてもプロは飛びます。でもアマチュアの人はいくら振っても飛ばないっていうのはこの切り返した時のこの底辺の長さが違うから。何倍違いますか、これとこれで。じゃあ何倍強く振らなきゃいけないんですかねっていうことなんです。それが飛距離の秘密
で楽して簡単に飛ばせますよってプロの方は言ってもアマチュアの方はそんな頑張ってんだけどみたいな感じだと思いますけど、それは頑張っても飛ばない、もうその法則がある、法則がある、物理ですからね。で頑張ると大人ってこういく、まあ、余計 ね腕相撲状態になるんで、こっちってリラックスじゃないですか、こっちは。そうそう、でもこういくともう男の人は腕相撲状態で立つ、もう頑張れば頑張るだけ立つと、そしたらもうほとんど底辺がないと、じゃあもう飛びませんっていうことなんです、だから初めにもう超レイドオフにしといた方がトップはあのまだこっから叩きに行ってもこの底辺長いじゃないですか。だから僕はレイドオフのトップを進めるのはそういうことです、だからプロたちだったら、例えばこう来ました、ウルフみたいにね、はい、もうこんなクロスもガーッ戻してきて、ああこれができるからね、すんごいエネルギーが溜まるわけですよ。ニクラスもそうですね、すんごいエネルギーこう開けて、ああ戻してきたらすんごいエネルギーが溜まるじゃないですか。だからいいんだ、あれだけいいんですよ。だからフライングエルボーになってクロスしたっていいんですよ、戻せればすんごいエネルギーが溜まるから。だけど僕はアマチュアに進めないのは戻せないんですよ。ここから今さっき慎吾さん言われたみたいにズドンに行くわけですから戻せない、はい、そしたらもう結局こうなって、例えばウルフの真似しましたって言ってボンボン行ってきた瞬間もう底辺がこんだけですか、戻せないんだったらもう戻さなくてもいいようにここのトップにしとけば、こうやってリッキーみたいにこのまま行けば立てるだけじゃないですか。そしたら立てたってこうやってですよ、こう立てたってまだこの底辺長いですよ、うんうんうん、だから飛ぶってなるんです、まだそっちの方が。だから一概にこうやってまあ理屈上はこのこういうループの方がエネルギーが溜まりますけど、うんうん、やっぱりそれはそのみんながみんなアマチュアの人がやればいいっていうわけではないですね。だから吉田さんよく手中クラブ外はそれなんですよ、手クラブ中外で、まあ、この時点でこうやって差を作っておいてある程度、うん、でここからビヤーン旋回するわけですね。そしてレイドになりましたって言ったらこのこう立てる、そしたらこう動いてきますでしょう。だけどこの手中ヘッド外もそんなにもうこういう感じは僕はあんまり進んでない、もうこの時点でもう倒れていってほしい、アマチュアの下とか、そしたら右肘締まるし、でこのままもう切り返せばこうやって浮くこともなく、この抑え込みますから。で、この底辺が長い。こんなにしててやる気がないの。